はいどうも、テケテケです。はい、として今回はこの新王ちゃんの例の鐘楼で引きつけた際の不可解な動きですね。はい、新王ちゃんスキル1の範囲攻撃、攻撃した後敵がめまい状態じゃなかった場合、その敵をもう1回追加砲撃するっていう範囲に対する2回攻撃ができるキャラクターなんですが、まあ、場に鐘楼キャラクターがいて、なおかつ新王より最大 HP が高い場合には、この追加攻撃の部分がその鐘楼キャラクターに引きつけられてしまって、同じ相手を殴ることができないと。まあ鐘楼っていうのは範囲攻撃と集中攻撃以外は全て引きつけるので、はい、そのせいでおそらくこの追加攻撃が引きつけられてると思うんですが、さらに問題なのはこの同じ敵に対する追加攻撃は1回のみと書かれている通り、この追加攻撃、まあ、1回目誰か殴った後、その後の追加攻撃が、まあ、例えばハンニバルの長老に引きつけられてハンニバルを殴ってしまうと、その後別のキャラクターでまた追加攻撃が発生した場合に、今度は長老が効いてるのにハンニバルにすら飛んでいかなくなっちゃうんですね。はい、極端な例で言うとこんな感じで、神王が今スキル1打ってきますが、はい、まず一発目白幽光を落として、はい、白幽光が復活して戻ってきたんで追加攻撃めまいになってないんで長老で引きつけてるガラハットに飛んでいきました。でまたその次幸運を殴ってまためまいが取れながら復活してきたんで追加攻撃が発動するはずなんですが、これまたガラハットに引きつけられちゃうんですが、当のガラハットはもう追加攻撃一発受けてるので、はい、追加攻撃すら発生せず次のテーフに攻撃対象が移り、でテーフも復活して戻ってきて、これもまためまいがついてないので追加攻撃が発動してガラハットに座れるはずなんですが、追加攻撃が発動せずもう最後の孫権まで攻撃が飛んでいくと。はい、でまあ孫権に対しても追加攻撃は当然発生せずという感じで、終わってみたら神王の6名2回攻撃のめまい付与がガラハットにしかめまいがついておらず、なおかつ他のキャラクターたちには1回攻撃しかしていないと、はい、いうようなことが起きてしまうんですね。まあ全然めまいがばらまけていないと。はい、これを利用して例えばガラハットがいればこんな感じで、はい、今一発目、はい、残影がついている溶融機に神王攻撃ミスりましたが、その追加攻撃がガラハットに飛んでいって、はい、ガラハットがめまいになって追加攻撃を受け止めました。はい、この後一発で落ちるキャラクターはいいとして、例えば今師匠ちゃんなんかも残影で避けた後追加攻撃来てませんよね。ガラハットにすら飛んでません。でナタに関しても、はい、落ちた後本来であれば復活してきた後めまいがついてないんでもう一回攻撃が飛んでくるはずなんですが、それがガラハットの長老に引きつけられて、でガラハット自体はもう追加攻撃を一回受けた経験があるんで、はい、追加攻撃発動せずにターンが終わってしまうと。でまあガラハットはあやめちゃんでめまい取ってとかね、はい、そんな感じで、まあ、特に副将の入れ替わりが激しいと、まあ、ガラハットに罪悪めまい解除してあげれば割と陣営全体の足止めの被害は少ないみたいなね形を作ることができたりして、はい、そのせいで本来足止めできてるはずのナタが動けて、まあ、今回ガラハットがお相手さんにいたんで信用を助かってますが、まあガラハットに影光を取られてる信用純主力レベルのナタの攻撃でも普通に落ちちゃうぐらい脆いキャラクターなんで、まあ、反撃で落ちてしまうと。まあ、今回の例ではこの後ヨユキが範囲攻撃していくんで、まあ、その範囲攻撃で信用があっさり落ちてしまうっていうような形で、まあ、本来足止め狙えたキャラクターに落とされてしまうっていうようなまあまあ大きめな弱点があって、まあバリアガチガチの重廃課金の方に行けば行くほど、まあ、信用の一撃で落ちないケースもね増えてくるんで、こういう事例は減ってくるし、まあ、なんなら信用自体が結構ガチガチにバリアで固くできるんで、まあ、二次キャラクターのナタぐらいに殴られても、まあ、別に怖くないよというようなスタンスで立ち回ることもできますが、まあ、特に育成リソースが少ない課金帯だと信用のね防具とかっていうのをガチガチに強化する育成リソースなんかが足りなかったりするんで、まあ、ここで足止めできないのが結構痛かったりするんですよね、信用目線で言うと。まあ、現状こんな感じで長老キャラクタープラス、まあ、残影で避けたり復活したり致死ダメージ無視なんかをセットにすればめまいばらまきのリスクを割と避けることができてしまうと。はい、一つで、まあこれがバグなのかどうかに関しては私的には、まあパッと思うのは長老の機能通りの引き付け効果によって神王の攻撃が引き付けられてる形になり、でその長老に引き付けた同じ相手を何回も殴れないっていうのも、まあ神王ちゃんのスキルの文言通りになるので、まあ長老のテリトリーの範囲内なのかなというような印象を受けちゃいますが、まあこの動画出した目的の一つが、まず運営さんがもしかしたらこの動き自体に気づいてない可能性があるんで、映像として残しておいて、まあ修正するかどうかの判断に使ってもらえればというところと、まああとはこの問題が神王だけに限った問題なのかどうかっていうところですね。はい、これ実は神王だけに限った問題ではなく、例えばハンゾーっていうキャラクター、このキャラクター神王と同じく6名攻撃していくんですが、敵がめまいじゃなかった場合には同じ敵を追加攻撃するっていう、まあ、神王とかなり似た動きを取るキャラクターなんですが、はい、こんな感じでスキル1打ち込んだ後めまいにならなかった相手を追加攻撃せずにハンニバルを殴って、はい、その後別のキャラクターに攻撃が移行してまためまいにできなかったんですが、追加攻撃すら発動せず範囲攻撃がそのまま流れていってしまうというような形で、まあ、明らかにスキル文言と違う動きをしてしまってるのはハンニバルの長老の引き付けの効果ですね。はい、で同様に服部半蔵なんかもスキル1で6名攻撃してきますが、クリティカルが出た場合にはその相手をもう1回攻撃することができるんですが、はい、その追加攻撃がやっぱりハンニバルの長老に引き付けられてしまうと。はい、でその後別のキャラクターにもクリティカル出してるんですが、一回ハンニバルが長老で引き付けたんで追加攻撃自体がまた発動しないというような結果になりました。これも神王と全く同じですね。はい、で逆に東博みたいなキャラクターに関しては HP が低い相手に対して一回攻撃した後残り5名に対して範囲攻撃をしていくんですが、ハンニバル一回今殴った後範囲攻撃が、はい、
ハンニバルにもう一回飛んでくるんですね。これ本来その他の5名に対して範囲攻撃をしていくので、ハンニバルは対象に含まれちゃいけないんですが、なぜか最初の HP が低い相手っていうのをハンニバルが長老で救い取ったせいで、その他の対象にもハンニバルが入ってしまっていると。はい、まあ、追加攻撃もう一回やってきますが、はい、ハンニバル2回殴ってスキル1を打っていくと、はい、ような流れで、まあ、東博に関しては逆に攻撃回数が増えてしまうというような動きに長老の影響によってなってしまっています。はい、ということで、まあ今回はこの不可解な動きの現状を一旦映像として残しておくために証拠動画として残しておきました。まあ、もし修正入れる際は神王以外の今見せたキャラクターや、まあ、他にもいろんなキャラクターに影響が出る可能性があるので、まあ要注意ということで、まあちょっと神王に始まった動きではないとなると調整は入らなそうですが、神王を取るか悩んでるプレイヤーの方もいると思うので、まあこんな動きがあって、まあそれを起点にちょっと対策なんかも出てきてしまっているのでね、これも投用の判断材料になればということも含めて映像化させていただきました。はい、参考になれば嬉しいです。はい、それでは。押す。